どうもこんにちは、ヨヘイです、毎度私のチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日もね、サイズ感動画撮っていきたいと思います。本日サイズ感撮りますのは、当店で扱っているウェアハウスというブランドの、まあ、大人気定番アイテムのこちら、ポケット T シャツになります。当店ではね、サイズ SML XL の4サイズ、セレクトしております。実店舗でもネットでも結構大好評で、まあ、サイズ感のね問い合わせも多いので、動画を撮って、まあ、少しでも参考になればなと思っております。では早速 S サイズの方から着てみたいと思います。はい、S サイズを着てみました。はい、でね、私の身長は170センチの62キロになります。でね、 S サイズ着てみたんですけども、かなりジャストですね。ピタッとしてると思います。こうかなりね、ジャストサイズで着たい方はね、おそらく S サイズでいいと思います。まあ、私で S でこんな感じでございます。はい、では次 M サイズ着てみたいと思います。はい、次 M サイズ着てみました。はい、私はですね、まあ M サイズの、多分着るとしたら M サイズをチョイスすると思います。はい、こんな感じですね。次では L サイズ行ってみたいと思います。はい、次 L サイズを着てみました。いかがでしょうか。 L サイズだとね、やっぱりかなりじゃないな、少しゆったりしてきたと思います。身幅のところがね、ゆとりが出てきたと思います。そんな感じですかね。はい、では次 XL 行ってみたいと思います。はい、次 XL 着てみました。はい、いかがでしょうか。かなりこれはね、ゆったりしてると思います。あんまりね、こうウェアハウスとかってこうゆったりと着るようなことっていうのはあまりないかなと思うので、僕はこういう、まあこういう着方はあまりしないんですけど、まあうちがね、私がこの T シャツを着るとしたら M サイズだと思います。はい、そんな感じでございます。では戻します。はい、ありがとうございます、ご視聴いただきまして。でね、少し商品の説明をしたいなと思います。こちらのね、ウェアハウスの T シャツはですね、40年代から50年代の頃に出た特有の凹凸感の T シャツを再現するために、ムライトというものとシンカー編み機というものを使って、この T シャツを作っております。まあそれがね、ウェアハウスのこだわりの一枚になっております。これね、ご覧いただくと分かると思うんですけども、ちょっとこう凹凸があると思いませんか。これがね、ムライトっていうものをね使っているんですよ。ほら、分かりますか。シャドーボーダーっていうらしいです、こちら。これをね、あえてね、ウェアハウスは狙って作っているそうです。でね、その作るためにシンカー編み機というものを使って、こちらの T シャツ作っております。はい、なのでこだわりある一枚となっております。少し注意してほしいんですけども、洗濯による縮みが生じるとのことです。でね、こちらはですね、目安なんですけども、着丈が約1から2センチ、肩幅が約1センチ、身幅が約1から2センチ、袖丈が約1センチとなっております。でね、この数字はあくまで目安になってます。ボディの色によって縮む具合が違うそうです。あと作った年代によっても若干のブレがあるそうです。あとね、洗濯の仕方によっても変わってくるとのことなので、まあ、そこら辺ご注意していただけたらなと思います。特にね、木グレーがよく詰まりやすいとのことです。とはいえ、乾燥機で乾かす以外はその年にね、めちゃめちゃ詰まってしまったということはないそうです。なので、まああくまで先ほど言った数字を目安にしていただければなと思っております。はい、そんな感じでございます。いかがだったでしょうか。参考になりましたでしょうか。もしね、またまだ不明な点ありましたら、コメント欄の方でお問い合わせいただければなと思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。この動画がね、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひ、コメントや高評価よろしくお願いいたします。私はですね、神奈川県小田原市でセレクトショップをやっております。このチャンネルでは
主に洋服関連の動画を上げております。もしねまだチャンネル登録していない方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今後もねファッションが楽しめるような動画作っていきたいと思っておりますので、またお時間ありましたらぜひ私のチャンネルに遊びに来てください。はい、またでは次の動画でお会いしましょう。